はい、なんかブレイブス選んだ理由って聞かれてますか？いやなんでブレイブスを選んだかっていう。いやどうなんでしょうね何を基準にしてるのか。まあでもうちの練習がちょっとレベルが高い、うん、基本的には、うん、ちょっとトップレベルの練習をやっちゃうので。実際に選手たちに聞いてみました。はい、というわけで、武蔵川越ブレイブスの、ちょっとお名前お願いします。成瀬トーマです。トーマくん、はい、OK、トーマくん、はい、このチームを、選んで入団したきっかけみたいな決めてってありましたか？きっかけは、まあ監督とコーチ、スタッフはもう優しくて、まあ、ちゃんと一人一人にバッティングの時とか教えてくれたり、まあ、自主練の時も自分たちで考えて行動するので、他のチームだとあんまりない育成とかの仕方をしてくれると思います。それで入ったんだ。なるほど、はい、じゃあ頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。岡田優太です。このチーム入ったきっかけは？きっかけは、なんか高校の人たちが多分ここでお手伝いしてて、ちょうどその高校の人とお友達だったんで、うん、で体験来てみるって言われて来ました。なんか他のチームとは違う練習内容とか自分たちで考えてアップしたり、午後に自主練あるんですけど、そういうところで、まあ、チーム練習とかは自分の課題とか埋められないと思うんですけど、自主練で自分の課題とかを埋められたりそういうところがいいと思ったので、はい、入りました。そうなんですね。はい、そうです。頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もうこうしなくていいから、この辺でいいから。 OK、 なんでお前がいい、なんでお前がいいはい、というわけで、お名前お願いします。田中春樹です。春樹くん、はい、はい、お願いします。お願いします。このチームに入ったきっかけ教えてください。その監督とコーチの教え方であったり、うん、このチームに合ってるなと思って入りました。ああ、そうなんだ。入ってみて実際どうですか？いや、本当楽しいし、なんか上手くなってって実感があります。おお、なんかトレーニング結構大変だと思うんだけど、その辺どうですか？辛いけどやりがいのあるし、やっぱ結構ね、将来になんか役立つんじゃないかなってね、はい、高校とか上がった時にさ、はい、うん、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。やっぱ春樹真面目だわ。うるさい、うるさい。じゃあお名前お願いします。キャプテンの秋山幸太郎です。幸太郎くん、キャプテンお願いします。お願いします。今このチームに入ったきっかけっていうのを聞いてまして、前のチームはなんかあんまコーチ合わなくて、ブレイブス入って、うん、山本監督の熱心な教え方とか、横田ヘッドコーチのしっかりと教えてくれる姿勢とか、そういうのに心惹かれて入りました。あ、そういうことですね。やっぱりね、元プロ野球選手じゃないですか、はい、ね、2人ともね、うん、しかもなんか多分他のチームと違った練習法とか教え方とかさ、はい、まあ、方針とかさあると思うんで、まあ、そういうところで良かったかなって、はいはい、感じましたんで、はい、頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあお名前お願いします。フルミアイルです。アイル君、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあアイル君、このチームを選んだ決め手は何かありますか？決め手として、しましてはいいよ、まあ、個人の能力に合わせて練習法を教えてくださることと、うん、やっぱ優しく自分で考えて行動できるっていうことが一番の魅力かなと思い入団しました。なるほど、すごい礼儀正しいねありがとうね、はい、そうだね、本当にね、山本さんもね、横田さん、ね、さんもね、優しいし、まあ、岸田さんも優しいし、熱心に教えてくれるからね、なんかすごい高校をね、大学上がってもさ、なんかレベルアップどんどんしそうな感じだと思うんでね、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ、ではお名前お願いします。藤本ゆきとです。ゆきとくん、じゃあゆきとくん、なぜこのチームに入ったんですか？コーチたちの言ってることが、すごいレベルが高くて、うん、やったらすごい成長できるなと思って入りました。なるほど。他のチーム 何チームか見に行ったりはしたんですか？はい、2、3チーム行きました。2、3チーム、はい、その中でここを選んだ。はい、なるほど。まあ山本さんの教えもね、他にはない指導法だと思いますし、まあそこでね、頑張って、まあスクールもね来てるじゃないですか、はい、うん、一緒に頑張っていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。さあ、俺のお気に入り、こうきくんです。はい、角谷こうきです。入ったきっかけは、まあ、アギオ校、アギオの野球教室でチラシが入ってて、うんうんうん、まあ、ちょっと気に なっていて、うんうん、で体験に行ってから、うん、ここのチームにいる藤本裕人君から一緒にやろうぜって言われたんで、うんうん、はい、入りました。あ、そうなんだ。ブレイブス、はい、今川越校来てるじゃない、練習、はい、でもともとアギオ校いたわ。はい、もともとアギオ校に行ってから監督が川越校やってるって言ってたんで、うん、しました。なるほど。じゃあそこで練習法もさ、他のチームと違って
特殊じゃないですか。はい、うん、そう俺は感じたんですよ。はい、なんでね、ここで結構大変だと思うんですけど、はい、トレーニングを頑張って、まあ、スクールも頑張って、はい、もっとレベルアップして、はい、高校、ね、大学と、まあ、左で貴重な 左ピッチャーなんで、ね、頑張ってもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前お願いします。川谷大輔です。大輔くん、はい、このチームに入ったきっかけを教えてください。と前のチームは中学校1回移籍して、うん、でここのチームに入ったんですけど、うん、まず、コーチたちがとてもなんか、うん、強いっていうかプロ野球選手とかで、うんうん、うまくなれるかなと思って入ったし、うんうん、あといろいろなんかポニーってなんかすごいルールが良くて、うんうん、前僕シニア入ってたんですけど、いろいろなんか規定とかあって、うんうんうん、それで今このポニーはなんか何もルールが甘かったりして、うんうん、そういうところで自由度が高いね。自由度が高いから、うん、そういうところでこのチームに入りました。なるほど、はい、今ねキャッチャーで頑張って、キャッチャーなんですか本業は。本業キャッチャーです。あ、キャッチャーなんだ。そうそう、じゃあ頑張ってもらって、はい、このチームでね、しっかりと結果出して、いい高校行って、はい、大学行って、プロ行ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お名前お願いします。坂本歩夢です。歩夢くん。はい。じゃあこのチームに入ったきっかけ教えてください。みんな雰囲気が良くて。雰囲気良くて。監督とコーチもしっかり教えてくれるの。なるほど。なんか他のチームとはやっぱ違うなんか練習法とかじゃないですか。はい、トレーニング。その辺にやっぱ惹かれましたか。トレーニングとかもしっかりしてて。うん、うん、うん。いいと思った。はい。よし。じゃあこれからね頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあお名前お願いします。岡地すばるです。すばるくん、はい、このチームに入ったきっかけを教えてください。もともとあげおのスクールに入ってて、うん、でそれで入ってほしいって言われたから入りました。なるほど。そうなんだ。他のチームになんか入るみたいな選択肢はなかった。はい、なんかこのチームが一番自分に合ってるかなと思ったの。なるほど。特殊ななんか練習法とかね、はい、あるもんね。はい、ありがとうございます。じゃあ頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあお名前お願いします。大浦太一です。太一くん、このチームに入ったきっかけを教えてください。上尾の野球スクールに行って、うん、そこでこのチーム知って体験に行ったら自分に合ってたんで入りました。うんうん、なるほど。いろんな練習法とか教えてくれるもんね。監督コーチももっとプロだしさ、なんかやっぱ聞いててやっぱなんかすごい、なんかもう練習法とかも自分のためになるなって感じた。本当に感じた。オッケーオッケー。じゃあこれからね頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあお名前お願いします。松浦大義です。大義くんお願いします。大義くん、このチームに入ったきっかけを教えてください。1年生の時に新に入ってて、で、はい、その中にいるチームメンバーがこのチームに行くことになって誘われてこのチームに入りました。おー、なるほど。実際このチーム入ってどうですか。とても野球がなんか楽しくできるな。おー、なんかトレーニングとかさ、はい、結構やるじゃない。はい、辛くない。いや、まあ辛いですけどなんとか頑張ってます。おー、やっぱみんなでやっぱね、辛い練習みんなで頑張るってやっぱさ、はい、頑張ろうぜって言ってさ、こう乗り越えていくじゃないですか。はい、まあそういうところでね、まあなんか根性もつくんじゃないかなって感じますし、はいはい、監督コーチもさ、元プロじゃないですか。はい、そこでやっぱいろいろ教えてくれると思うんですけど、やっぱりプロから教えてもらうってやっぱさ、すごい貴重だと思うんで、はい、はい、これから頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお名前お願いします。田中健信です。健信くん、はい、このチームに入ったきっかけを教えてください。このチームに入ったきっかけは、山本監督の指導がすごく興味あって、その指導を受けてみたいなって思ってこのチームに入りました。なんか他のチームではない、なかなかね珍しいトレーニングというか特殊なトレーニングだと思うんで、アメリカ式のやつらしいんでね、まあやっぱメジャーリーグの人もやってるような練習を取り入れてるらしいので、はい、頑張ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお名前お願いします。篠原たけるです。たけるくん、でかいな。何年生。1年生です。でかいな。175ぐらいある。そんぐらいあります。でかいね。ブレイブスに入ったきっかけを教えてほしいんですけど。監督たちとかが元プロだったので、うん、高いレベルで野球をやりたいと思ったからです。やっぱ練習法とかトレーニングとかそういうところですか。やっぱ、はい、きついトレーニング結構あると思うんですけど、それ乗り越えて頑張って、はい、いい選手になってくださいね。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお名前お願いします。石垣アウトです。アウトくん、このチームに入ったきっかけは。このチームに入ったきっかけは、山本監督とか、まあコーチ陣たちの、
人たちが、元プロ野球選手ということで、やっぱりレベルが高い、やっぱり野球をしたいなって、まあ、野球大好きなんで、将来の夢はプロ野球選手なんで、やっぱりレベル高い野球して、やっぱりそういう世界に行きたいなって思ったからです。なるほど。本当にいい練習法をね、たくさんやってると思うんでね、はい、はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。よし、じゃあお名前お願いします。小林辰之助です。小林辰之助くん、はい、辰之助、かっこいいな、お前やな。じゃあこのチームに入った理由は、はい、きっかけはありますか？本当は他のチームに入るとしたんですけど、うん、ここのチームの体験に来て、ここが一番合ってるなって思って。そうなの、どの辺が合ってる？練習法とか、練習法とか、うんうん、あと環境、コーチ、監督のとか、ここなら絶対上手くなれるなって。おお、そう感じた、もう確信した。おお、絶対喜んでると思うんでね。これなんか一人一人にちゃんとこう合った練習法を教えてくれるって聞いたんですけど、そんな感じ？はい。おお、じゃあこれからね、宮本監督がね、しっかり教えてくれてると思うんでね、これ頑張って努力していい選手になってくださいね。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃいい球で、すごいな。早っ。じゃあお名前お願いします。林武です。武くん、はい、何年生ですか？中学校3年生です。3年生と6月まで部活をやってて、うん、で、まあ、正式に入ったのが7月からです。あ、7月から。はい、めちゃくちゃいい球投げてるからさ。はい、しかもグローブも千秋だし、はい、千秋ないだけだよね。左利き専用、左利き専用メーカーだ。そう、はい、じゃあ3年生たけるくんはじゃあ練習に来てる感じ？はい、練習と、はい、練習試合には参加させてもらってます。おー、まあ来年ね、高校生だし、はい、それまでの間ね、トレーニングとか練習というか、はい、したいもんね。はい、ブレイブスに、はい、まあ、入ろうと思ったきっかけって何かあったんですか？僕が前所属してたクラブチームを辞めた年の次に、うん、ここのブレイブスがその創設されるって聞いたんで、うん、高校生活に向けての、うん、はい、その準備期間というか、うんうん、はい、そういう、まあ、あと自分の実力を上げたいためにも、はい、ブレイブスを入りました。なるほど、コーチ陣が元プロじゃないですか。はい、だからね、本当にいいアドバイス。はい、まあこのチームもちろんね、いい経歴の出身の監督さんがいるけど、はい、元プロだし、年もさ35歳だし、はい、若干その年まだ若い方じゃないですか。はい、まあそういうところでちょっとこう話しやすいとか、そういうところが聞きやすいとかいうところがあったのかなって俺は感じたんだけど、はい、どうですか？まあ、やっぱり、まあ、横田さんなんかは最近まで、まあ、現役としてやってたので、はい、まあ、その一番新しい野球を知ってる方だと思うので、うん、はい、まあ、こうやってブレイブスはアップで集団走とか、うん、まあ、ない、まあ、珍しいチームっていうか、はい、そうだよ、はい、珍しいアップの仕方を取り組んでるチームなんで、まあ、はい、まあ、面白いっていうか、そういうのはありますね。そうだよね、はい、その、まあ、この、まあ、3月までの間で、はい、たくさんこの自分でトレーニングね、できるような、ね、内容を自分の中で覚えて、はい、高校行ってさ、多分高校行ったら絶対集団走あるわけ、絶対ね、はい、だからそこはまあやるとしても個人でできることは個人の自分で覚えたアップとかをやって、はい、もう周りとの差をどんどんつけようっていう感じで、はいはい、頑張ってくださいね。はい、はい、じゃああと何ヶ月、4ヶ月ぐらいかな、5ヶ月ぐらい、はい、あるしかないと思うんですけど、はい、はい、残りの期間ね、はい、どんどん自分からいっぱい質問して、はい、いっぱい吸収してください、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、というわけで今回は武蔵川越ブレイブスの選手たちにどうしてこのチームに入ったかっていうところで、質問をしてみました。まあ、やっぱり他のチームと違ってとか、まあ、練習法が特殊とか自分に合ってるとか、そういう決め手が多かったですね。監督コーチ、まあ、指導してもらう方と話があったとか、自分に合った練習法っていうのも言ってましたし、監督コーチ若いんで新しいものをどんどん取り入れるね、あるじゃないですか、アップデートする、まあ、そういうところで子供らもなんかいいなと思ったのかなと思いました。どんどん野球続けていただいてね、レベルアップして本当にいいチームになると僕は思ってるんで、たくさんのね入団の方々が入ってくれるといいなと思います。一応話によると一学年、来年ね1年生入団する1年生人数
25名ほどと、聞いてますので、体験に行って入団を決めていただきたいなと思いますので、本当にね、練習環境もいいし、練習法も特殊だし、自分で家でもできるようなそういう環境になってますのでね、ぜひともチェックしてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、めちゃめちゃいい絵が撮れまして、選手らももうすごい喜んでました。とても良かった。とても嬉しいです。まあ、でも反応良かったね、みんなね。そうですね、やっぱりね、普段慣れないことだからね。そうですね、うん、まあ、一人一人インタビューとかもね、緊張しつつもなんかしっかり話してくれてましたし、うん、いいね、その中で、まあ、あの選手らになんでこのチームに入ったかっていう話を。悪いこと言ったよね。悪いこと言ったよね。いや、悪いこと言った。いや、全然ね、指導内容が自分に合ってるとか、うん、このチームが一番自分に合ってると感じましたっていう、経験値の高い元プロ野球選手の、まあ、指導者がいることに対して、まあ、自分も成長できそうだったとか、もっと上に行けそうだからっていう理由がすごい多くて。そんなこと言えるようになったんだ ね、 いいね。いや、ほとんどみんな言ってましたね。みんな言ってました。そうだろう、言わしてないからね。まあ、素直な声としてね。そうです、そうです、そうです、はいはい、積極的にね、あの自分からなんか分かんないことったら聞いたりとかっていう話も、まあ、そうですね、はい、よく来ますね、はい、あのトレーニングなんですかとか、そうです、ね、ちょっとなんかドリル練習ないですかとか、はい、こういうのはよく聞かれますね、うん、そうですよね、まあ、そういうところでやっぱり、まあ、積極性とかが、うん、あるいいチームなんだなって、うん、こう言われてやるじゃなくて積極性のあるチームなってもう実感しました。そうですね、はい、まあ、そこを本当一番に結構考えてやってるので、はい、まあ、そこはあまり大人がね、縛りつけず、うん、無理やりやらずに自分たちで考えさせてやらすっていうのを、まあ、こっちが我慢しなきゃいけない部分も、うん、もちろんあるので、うんうん、ただそこをねしっかり我慢して子どもたち信じてあげて時間を待ってあげる。いつか絶対にそういう風にいい形になっていくので、まあ、それまでね指導者大人がね我慢してあげて、で分かんなかったら気づかしてあげたりとか、ただ怒るとかそんなあるじゃなくて、まあ、優しいとかいう話があったんですけど、はいはい、怒るタイミング絶対あるじゃないですか、どっかで。ずっと優しいニコニコしてるわけじゃないじゃないですか。まあ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 、もちろんもちろん。でも多分怒るときは多分その理不尽とかじゃなくてちゃんと意味があって怒ってると思うんですけど、そういうときどういうときでしょうか。まあでも基本的にはやっぱり人間性じゃないですか。あ、人間性。やっぱりじゃあ人間性が最初から完全にできてるか、うん、それはもう絶対できてない、うん、それを強制さすんじゃなくて、やっぱりこう教えながら気づいてもらいながら成長してもらいながらをやっぱ繰り返していく中で、どうしても同じ失敗をしてしまうと、やっぱこういう時はやっぱ手段を変えてちょっと強く言ってあげるとか、例えば2人きりで面談っていう形をとってこういう風にしていこうとかね、まあ手段ですよね、その子ができるようになるための手段を、まあ怒って取る時もあれば、それこそ優しく言って話してあげる時もあれば、怒る時はもう人間性ですよ、うんうんうん、やっぱり例えばボールを一生懸命追わないとか、やっぱボールね、せっかくノッカーが本気で打ってくれてるのになんかこう流しちゃうとか、うん、やっぱこういうのって絶対最後ゲームで大事なところで出ちゃうから、うん、そこはやっぱ厳しく取れなくても最後まで追い続けるとか、まあ、そういう部分でね、ミスしてもいいから最後まで絶対やるとか、例えば僕一番厳しいのってコーンとかコーンのダッシュとかあるじゃないですか、うん、絶対最後まで走り切る、うん、もうこれは理由があるんですよ。やっぱりそのゴールが見えてるわけじゃないですか、はい、ゴールが見えてるところまで本気で全力で走れない子って、やっぱ野球やらしたらゴールないじゃないですか、やっぱ追えないと思いますよ、うんうん、そう、やっぱこういうとこから考え方を子どもたちに伝えていきながら、まあ、まず目に見えるものまではしっかり最後まで全力でやろうぜっていうのは常に心がけてやらしてて、そっから今追ってる大きな野球っていうゴールのないものをやっぱり淡々と追い続ける精神力であったり考え方、うん、ここはもうめちゃくちゃ大事にしてるし、子供たちにもめちゃくちゃ伝えてます。それは怒るときはそれぐらいです。もうプレーでは怒りません、はい、プロ野球選手もエラーします。その都度怒ってたって一番気づいてるのって子供たちですから、うん、ああやってしまったな、失敗しちゃったなって。でもそんなんで、ね、もう次プレーが始まってんのにこっちが怒ったりとか指摘したりとかしたって、もうプレー始まってるんだから、もう次のこと考えてくれよと。それでまた野球っていうスポーツは取り返せるスポーツだし、それをね、あまり引きずらずに、試合終わって全てが今日一日が終わる寸前に初めてそこで反省をして、次のフィードフォワードをして、明日どういう風にこういう練習しようかとか、このミスをどうやって減らしていこうかって考えてくれた練習をしてくれればそれでいいし、僕はだから我々は許しますよね、うんうん、指導者としてどんだけミスしようが三振しようが我々は許すけど、子供たちによく言ってるのは自分自身で許さないように、それを厳しく、やっぱりそれを自分で許しちゃうと先がねえんじゃねえかっていうのはよく話してますね。ミスしてそれで怒られて、やっぱこの萎縮しちゃって
それ次のプレーに影響するというか、はい、9割じゃないですか。そうですそういうのがもちろん最初この間もそうですよ。小学校から上がってきて一発目もうみんな人の顔しか見てないです。まずそこを取ることから始めました僕は、はい、あちょっとこの子らは周り見ちゃうなって、プレー集中できてないな、いいんだようちのチームは本当に思い切ってやっていいんだよ、エラーして覚えてね、新しくまた成長すればいいよ、気にしない気にしないって行きなさい行きなさい、まずそこからです、こっから始めちゃいました。いやそれが多分今のね、あの選手らの意識の高い、はい、高いっすね、結果になってるんじゃないかなって、高い、まだまだねその本人たちにはねそうやって褒めてね、褒めてっていうのはね良くないだろうけど、やっぱそれはね事実だから、うん、やっぱりね本当にいい意識でやってくれてるものに関しては僕も正直に、いや素晴らしい意識でやれてるよって、でもまだまだだよって、もっと上げれるよっていうのをね伝えながら、うん、やるという、難しいんですよね距離感もね、なかなか、ね、はい、さっき、ね、まあ、みんなにインタビューしましたけど、あのみんなが口揃えて言ってたのは、はい、楽しいでした。あんなになんか大変なトレーニングしてるのに楽しいのって聞いたら、辛いですけどやっぱやってて楽しいし自分のためになるからすごくやりがいがあります。鳥肌立ってきたね。僕もえそういうことが言える子なんだって思いまして、中1中2で言えますかね。いや俺は言えない。言うってこともやっぱ本当に思ってないって言えないし、みんなが口揃えて言ってたんで、うん、ちょっとびっくりしましたね本当に。それは、まあ、嬉しい部分でもあるし、これから逆に言ったらその裏側も我々は知ってるから、やっぱり反対部分では辛いことも多いんだよっていうのをね、これから多分経験していくだろうし、 そうですね、その時にまたね辛いから苦しいからって下向くんじゃなくて、やっぱりそのまま次に前を向いてその壁を乗り越えれるようなね考え方と精神力をね日々つけていければ大抵のことは乗り越えられると思うし、そこは期待してますねやっぱ子どもたちに。ただそれをね見失わさないためにもやっぱ指導者の距離感っていうのは、うん、非常に大事だと思うから、やっぱり常に目を見てあげて、あなんかちょっと暗そうな顔してんなって思った時はしっかりとコミュニケーションを取ってあげて、なんか悩み事があればねポロッと出してくれるようなね、うんうん、それが意外と早期のね解決にもつながるんで、子供助けれるんで、うんうん、はい、なかなかね親とかね周りに言えない悩み事ももちろんあると思うので、うん、そこをね我々がうまく聞き出してあげて、こそっとお父さんお母さんにね、うん、いや実はこういうことがあってって、家でもフォローお願いしますねとかって、裏でも助けてあげれるんで、うんうん、よかったですそうやって言ってもらって嘘でも嬉しいっす。いや嘘嘘ですね。嘘じゃないよね。ねえ本当にみんなくつろいって言ってたから、多分他のチーム体験とか言ってたと思うんで、うん、比べるとやっぱりここがいいな。僕でももし小学生だったら、うん、あ体験行ってうわここいいなって思います。あ、うん、いやでもね、やりたいなって思いますもん。厳しいこととか僕も熱いこととか熱苦しいから、僕が野球以外のこともやっぱちゃんとしてほしいんで、まあそこに並んでる道具とかもねやっぱりピシッとこう並べる整理整頓も含めてね、やっぱ人としてから成長していって、それが本当に野球を中心になってくれて楽しいって思ってもらえるなら基本的には本望です。皆さんにいいものを提供していただけるようにね、僕も勉強していくしいい環境を整えていきますのでね、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。レッツゴー！イエーイ！Let's go.